FM802 から内田純子がお送りしているブライトモーニング、11時台はこの方をスタジオにお迎えしています。こんにちは。こんにちは、クレバです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年のクレバの日9月8日に配信限定でサプライズリリースされたアルバム、ループ&ループスタートのデラックスエディションが2月にパッケージリリースになりまして、はい、まあ、こちらの中にはリリースされていた14曲プラス2曲の新曲、さらにインストバージョンが収録ということで、はい、また新しい楽しみ方ができる作品として、やっぱりあのファンの皆さん、こうパッケージとして手に取っておきたいっていう声多かったんですね、うん、いや、うん、自分としてはもう配信だけでもいいかなと思ってたところもあったんですけど、なんかそういう声をいただいて、円盤化希望っていう声をたくさんいただいたっていうのもあって、うん、デラックスエディションリリースと愛になりました。いや、もうやっぱりでもこうやって手にするとかっこよさであったりとか、こう開ける瞬間の楽しみみたいな、うん、そういうものもパッケージだからこそだなって思いますね。自分で言うのもなんですけど、このパッケージのデザイン非常にいいと思うので。かっこいい。なんかね、かっこいいですよね。今回このループ&ループスタートっていうタイトルはどんなところから、はい、ここにたどり着いたんですか。まずそのコロナ禍とがっつり向き合って、はい、その苦しみとか、その中からちょっとだけ見える希望とか、うん、そういうのを作ったアルバムだったんで、そのコロナが終わってまた新しい生活が始まったらいいなっていうループエンド、うん、そのコロナのなんか終わんのか終わんないのかみたいなループエンドからループスタートっていうところと、うんうん、あとはまあいつも以上に音楽と向き合う時間があったんで、日々こう波形を見つめてるわけですよ、音楽編集するから。なるほど、はい。で、自分はループの始まりと終わりだったら、やっぱ終わりどこでこう切りってどこを次のスタートにするかっていうことでグルーブノリが生まれてくると思ってるから、ループスタートループエンドじゃなくてループエンドループスタートにしました。クレバフェスティバルではやっぱりファイナリーの楽曲のやっと会えたなっていうのがめちゃめちゃグッときました。これはこうやっぱクレバさん自身はステージに立ちながらより思うところがあったと思うんですけど、はい、うん、どうでしたか。クレバフェスティバルっていうのをずっとやってて、本当2021で本当だったら10周年だったんだけど、はい、コロナ禍の状況とかも考えて一度延期にして、それを2021プラス1っていう呼び方で、うん、まあ、今年やっとできたんで、いざステージに立ってみたら泣いちゃうかなとか、はい、いろいろ思ったりしたんですけど、感謝って感じでした。溢れ出る感謝っていう感じでしたね。何度も何度もありがとうっていうね、言葉をステージからも伝えてらっしゃいましたけれども、うん、あれトータル結局何回ぐらい、ね、何回ぐらい、ね、ファンが数えててくれたらいいと思うんですけどもう気がつくとありがとうって言ってるっていうかね。いや、でもそれだけやっぱ自然にその言葉が出てくるって、でそうやっぱりありがとうが一番伝わるじゃないですか。なんかそんな感じになっちゃいました、うん、あんまりね、何回も言うと、うん、もう何も考えてないんじゃないかなって思われそうだなっていうのもあったんですけど、この心に素直に従うとありがとうがすぐ出てきましたね、うん、いやー、それが逆に見ている私たちにもスッと入ってきたなってね思いますが、このクレバフェスはゾーン、そしてキックザカンクル、三浦大知と 3days にわたって、はい、うん、まあ、配信で関西からはねご覧になっていたという方も多いんじゃないかなって思いますが、うん、まずは1曲ループ&ループスタートからお届けしたいと思います、はい、これ新曲としてアルバムに収録されたクラフトという曲、これゾーンさんは、クレバさんがクレバフェスではもう日本のラッパーワンツーがコラボレーションしているって、ね、おっしゃってたのが、はい、逆にめちゃめちゃかっこいいなって思ったんですけど、かましとかないとやっぱり、はい、いや、でもなんかそう言われるとこっちもこうね、聞く方もちゃんと構えて聞かなきゃっていうどんなところがかっこいいなと思いますか。ものづくりにかける熱量っていうんですかね、熱意が自分と同じところに熱く向き合えてる、それは具体的に言うと韻を踏むっていうところ。最近のラップだと韻を踏むっていうことは意外と軽視されがちなんですけど、それでももう堅くなに必死にこう韻踏み続けてる姿は勉強になるっていうかすごい後輩ですけどすごく勉強になるなと思うし、一緒にやることで自分もまた成長できるなと思いますね。そんな風にクレバさんが感じるゾーンさんとコラボレーションした一曲、じゃあ曲紹介をお願いいたします。はい、クレバでクラフトフィーチャリングゾーン。 CM の後はクレバさんにアルバムがリリースされたばかりのキックザカンクルーのお話もお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。
力は無数の小さな力が集まって生み出されている。この小さな半導体がナビクルと検索よ。おお、ナビクルか。車種、年式、走行距離を選べば最大10社の見積もりが無料でもらえるじゃない。店を10店も回るなんてごめんだけど、ナビクルならたった1回の入力で済む。しかも無料。その中で一番高いところを選べば、あの車一番高く売れる。ナビクルで検索よ。検索だ。調べる、得する、ナビクル。FM802 から内田純子がお送りしているブライトモーニング。この時間はスタジオにクレバさんゲストにお迎えしています。さあ、キックザカンクルーのアルバム、およそ5年ぶりとなりますザカン、うん、今週ついにリリースになりました。ありがとうございます。まあ、さっきあのクレバのお話をいろいろ聞きましたが、はい、クレバとキックザカンクルー、うん、使う音楽筋肉っていうのは違いますか？違いますね。はい、違います。それぞれどんな感じのこう、まずあの変えようと思って変えてるってことはないですね。はい、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、偉い人がこう目の前に来たら、まあ、秒で敬語になるじゃないですか。それは別にあの、よし偉い人が来た、この人はどうこうこうこう人である、敬語を使いましょう、はい敬語を使うじゃないじゃないですか、はい、それはもう自然とやるじゃないですか、うん、ね、まあ、好きな人にはこう優しく接するとか、はいはい、まあ、そういう感じで3人で集まると、まあ、3人のモードにすぐなるっていうのはあります。でも明らかにそのまさに音楽筋肉違うなと思うところは、このコロナ禍のっていうこともあるんですけど、はい、なるべくキックザカンクルー3人だけでこう作業が完結できるようにっていうことで、レコーディングも全部自分がやってるんですよ。はい、あの2人のボーカルも自分が取って、だからエンジニアさんとかもいないで、その分のあの金は俺はもらえんのかっていう話なんですけど、まあそこはちょっと気になりますよね。ね、まあ、はい、別にないんです。まあそれは冗談ですけど、でもそれやってるから完全にプロデューサーのですね。ああ、うん、じゃあキックの方はこうプロデューサーの方が大きく動きつつ、はい、じゃあ逆にクレバの方はもう自分でやりたいことを全部、やりたいことともまた全部違う、ちょっと違うんですけど、はい、まあ、もちろん自分のも自分で撮って、そうですね、自分で編集したりってするんですけど、はい、それよりもなんかこう2人のラップもっと良くしてあげようとか、そういうところに気を使ってると思います。今回ね、今もあのコロナ禍でのレコーディング作成っていうことでしたけど、はい、やっぱりあのアルバムの中に収録されている6曲目の缶詰、うん、はい、缶詰、この曲の聞こえてくる感じっていうのは、はい、今回のレコーディング風景そのものだったりするんですか？そうですね、そのものっていうか、うん、そうですね、うん、毎週週1曲新曲上げてくっていう、本当とんでもないスケジュールでやってたんですけど、まあ、缶詰状態で、はい、まあ、それを曲にしようという話はしましたが、まあ、それとこのご時世に CD っていうそのパッケージに曲を詰め込んでいくっていう作業、うんうんうん、まあ、1曲っていうことの中に3人分の言葉を詰めていくっていう作業をこう2つの意味で缶詰っていうことで表現してみました。こうキックザカンクルーの曲を作る時っていうのは、はい、こうみんなでそれぞれこうバトンを渡すような感じで作っていくんですか？バトン渡すとちょっと違いますね。まず集まって、はい、まあ、トラックを聞いて、でこの曲こんな感じじゃないとか、テーマをまず決めます、はい、テーマから。でテーマ出したらそれ持って帰って、はい、各々が歌詞書いてきて、まあ、LINE のグループとかでこうこんな歌詞書けましたっていうのを共有して、でレコーディングの日に集まって撮って、そこから3人でサビを作りますね。あ、そういう流れなんですね。はい、ブーツっていうのが先行でシングル出てるんですけど、はい、あれが本当に珍しい曲で、キックの曲だと初めてぐらい俺がサビをやるっていうので作った曲だったんですけど、他のはもうほとんど全部みんなで集まって書いてます。ああ、でもそうやってなんかそれぞれが持ってきたものでサビに行くっていうのをこう聞くと、またね、うん、こう曲聞いた時にもちろんやっぱサビのフレーズっていうのはスッと入ってくるなんか強いものっていうのがあったりしますけど、そういうところにこう流れが、いやだからむしろ逆っていうかね、はい、なんか一回そのお題が来てそれに対して答え出した上で、うん、その3人が出してきた答えの答えみたいな感じになってるんで、それでもなんかまだ出てくるんですよね、うん、その3人の言葉が揃った状態からの言葉っていうのはやっぱりあると思いますね。
いやでもやっぱりね、こう言葉っていうところはこう曲の中に3人それぞれのこうバックグラウンドみたいなものがちゃんとこう見えてくるっていうのが、うん、まあ、MC はちょっと見せすぎなんですよ一回これ叱りましたからね、ゲームの話ばっかりして、いやそういうなんかライフスタイルがにじみ出てくるところとかも私は素敵だなって、あれにじみ出てるんじゃないんですよ、あえて出してるっていうか、うん、はい、もうこうアイデンティティとして載せてるような感じなんですかね、はい、いやでもそうやってチラッチラってね、にじみ出るこう月日の流れだったりっていうのもやっぱり素敵だなって思いますね、うん、でもすっごい楽しくやれてますよ、うん、はい、まあ、ちょうど今日は4月1日新生活いよいよ始まって、うん、まあ、みんないろんな感情を持っていると思うんですけど、例えば4曲目の準備っていう曲、はい、これあのもう毎日学ぶ学び散らかすっていうね、はい、なんかすごい繰り返し聞こえてくるんですけど、クレバさんがこうライブとかレコーディングとかこう準備っていうのはどういう風に挑むんですか？準備 is everything ってよく言ってるんですけど、はい、ライブなんかも準備がほとんど全てですね、あとはもう来てくれる人次第っていう感じで、それがどんなタイプのお客さんが揃ったとしてもいいもの見せるように準備が本当大事です。喋ることとかまで含めて結構しっかり準備しますね。やっぱりその準備をしておくことによって堂々とステージに立てる心の整えみたいなところがあるんですかね。なあ、そうですね、それはあると思います。そして5曲目のトライは無料ってね、これもすごい、あの今年の春、うん、この番組ブライトモーニングの、はい、テーマにしていこうと思ってます俺の歌詞に限った話で言えば、はい、デジタルの利点って本当にあのアンドゥーリドゥーが効くっていう、人生ではありえないことは効くじゃないですか、はい、写真の上手いとかも本当変わってきて、だから100枚連写して1枚いいの選び取る力っていうか、はい、そういう感じだと思うんですね。でなんかボーカルのレコーディングとかも昔だとなんかワンテイクワンテイクすごいこう手間暇かけてみたいなのあったけど、今本当気軽に何回もできるから、なんかもうちょっと撮ってみたいってなると、もう全然やっていいよ、トライは無料だからねってよく言ってたんですよ。なるほど。何回トライしたって、はい、で前のが良かったと思えばそこに戻れるし、すぐ戻れるし、だからもう気にしないで何でもトライしてみなよっていう意味で自分はこれを提案したっていう感じですよね。あ、なるほど、今の時代だからこそのっていうところもあるんですね。はい、はい、まあ、人生は本当トライ、この1回きりの人生の中でこんなにトライがこう許される時代がやってきたのかみたいななるほど。昔ね、写真100枚とか撮ってたらお前フィルム代よとか、そうですよ ねなってたじゃないですか。今もうね、やりたい放題っていうか。じゃあそのマインドを逆になんか持っておくことって大事ですよね。なんかそういうやり直しが効くものに関してはどんどんトライしていくのがいいんじゃないかなと僕は思ってます。いやー、ここから春ぜひあのザ・カンに収録されている楽曲たちからも力をもらってほしいと思います。ぜひということで、今日はキックザ・カンクルークレバさんスタジオにお迎えしましたが、最後は曲紹介お願いいたします。はい、キックザ・カンクルーでトライは無料。ありがとうございました。ありがとうございました。